はい、皆さんこんにちは。今日は2021年3月の30日でございます。今日は特急なき1号を河川敷から撮影を、しました。河川敷から撮影するとかなり、ね、迫力のある映像が撮れるものですからね、いいなと思ったんですけども、こちらから撮影するとこの橋の手すりですね、手すりがちょっと邪魔でね、うまく、ね、撮れないかなって感じをしました。ただね、ここから、眺めるところですね、電柱がないものですからすっきりした感じでね、ボディが全部撮れて、まあ、こちらの方がまあ総合的にはいいかなっていうことでこちらの方に来ました。本当にあの橋のね手すりがねちょっとねちょうどオレンジのラインのところまでね立ち上がってるもんですから、ちょうどねまあなんと言いますかね、まあちょっと違和感はそんなにないかなと思うんですけどもね、あとで変更点、このフェンスがねあります。3月のね DD51 を取りに来た時にはこれはなかったんですけどもね、その間にちょっと作られてしまったということでございます。あの横に撮るとねフェンスがねボディにね被ってしまってね、昔のようなねなんだろう、映像が撮影できなくなってしまったことが一番の残念な点でございますね。はい、そんなことでね、これね、3社の多分1100万台ではなかろうかということですね。LED のね、光膜があるもんですからね、まあそんなことだと思っております。久しぶりに特急な今日は何両編成をスタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。H85 はこんなところにいますのでね、撮影をしておきました。はい、ドックを抜きますと、次はね、いつもの通りのね、キロハ84、ここにいましたね。はい。今日はちょっと編成がね、違うような感じでございます。ね、まあこの辺りは大体一緒かなっていうところでございます。向こうにキハ85とかね、つながってますね。はい、電車がね並んでおります。この辺りはいつもの配置と変わりが、ございません。なんか向こうにねなんかキハ85が見えたような感じがしますけどね。はい、南紀3号の車両はこれでございますね。桂川が貫通型の、オール先頭車でございます。中間車両が、ね、なくなってしまいましたね。はい、快速名鳥羽行き3号ですね。快速名3号鳥羽行き、これが出発でございます。今日はね春休みであってね、小さい子供もねちょっとね電車をね見に行ってね、なんかね喜んでおりましたね。写真を撮りました。はい、日田5号、日田フルカイリクでございます。4両編成でございますね。はい、こちらグリーン車でございますね。はい、8号車については1100万台、あれですね、貫通型の先頭車両でございます。これの4両編成がスタートしていました。さあ、これがスタートすると南紀2号の、入線でこの動画は終了でございます。南紀2号については名古屋寄りの、先頭車両がキハ85の1、中間車両がキハ85の100-1111ですね。その、1並びの車両が使われた3両編成でございます。はい、これもね、またおなじみの車両でございます。この組み合わせ、いつまで続くのでしょうかというところですね。しばらく続いてほしいですね。はい、そんなことでね、動画終了でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録の、までの方はまたね、ぜひともしていただけると幸いでございます。それではまた明日会いましょう。さよなら。